マジっすか、すごい。この人は、でそれを僕もその大人になった後に、うん、まあ、勉強してって出てくるわけなんですよ。はい。なんでこの人こんなことあの時してたんだろうって今改めて。僕も印象的なのがあって、あの僕の高校の先輩が青木久さんの弟子なんですよね。もうすごい古い付き合いらしいんですけど、その時昔感じ青木プロに言われて理解できなかったんですよ。カット打ってドロー打てって言われたんですよ。でそれって今僕らやってる。それもあの世代の人は見出してた。そう、見出してたんですよ。やばいっすよね。そうそうそう、うん、うちの親父なんか青木さんなんかの後の世代になるのかな。うん、倉本さんとかの先輩ですから。ああ。もうちょい開けます。はい。あるね。とか。一個だけ変えてみていいですか。はい、これでさっきと同じ。これ右に。いや。最初は3度ぐらいあったよ。で、2度、1度、どんどん切ってるんですけど、こっち2度の表示に行くと、アドレスと変わってないです。お、え、いや、違う。これクローズ。これがクローズ。まだクローズだろ。まだクローズだろ。これでクローズだろ。どういうこと？どういうこと？もうだって、絶対オープンでこうだよ。オープン。これをさ、上から撮っていい？こうだよ。わかるかな？どうぞどうぞ。はい。一回曲振りすればいいんですよ。はい。ここまで右向いてたら、スクエアにしたくなるでしょう。ちょっと熱くなる。いい？どうぞ。ほら、0.3 度。ずっと2度置くのさ。ほら、初めて構えた時に 1.9 度オープンだったのが閉じたんですよ。閉じたんですね。そう。で、インパクトの時のクラブのヘッドの軌道が 0.4 度でしょ、はい、これほぼまっすぐの球っすよ。エンドサイカーシグマックスずっとこれシールつけっぱなしするあれベンタスがなくなっちゃうちゃんとつけながら楽しかったりしてこれや。バックラインダッシュを思うでバックラインこの辺にいるんだもん、うん、だから向こうでバックラインつけてるからあんまりないですよ。やっぱりビジネスグリップの
開きの。こう、なんか退屈を、こうしといて、退屈を入れて。イエス。超頑張った。超頑張って。オープンからクローズド。だって3.6オープンだよ。さっきあれオープンだよね。そうですね。ちょっと待って。これでようやく逆転した。今までで一番苦労したね。やっぱ当て方の部分だからかな。いやドライバーなんか、ドライバーじゃなかったらこんな苦労しない。そう。構え、yes. いや十字、これ青いのが飛球線、いや、はい、タイムプライムだったのがインパクトで全然違うよ。そうですね、右閉じ開きが青、はい、開き閉じ、まあ閉じたくないですけどねインパクト、はい、でも初めて閉じていけるっていうのができたから、もそしてこれやっぱり重要なのは僕の中でね、はい、他の人どうかしらけど、スピンオフと13が11、うん、お、減ってる、そう、減るんですよね、まあ、まあ、そうですね、立ててる、そう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 、ということで、スピンは確実に減らせるんですよ。スピンオフ 11.86 ならいいね、うん、そう、まあ、これちょっと閉じちゃったから、ロストがね、低すぎなんだけど、それでもスピンを激減らして、普段ドラッグが上がって、はい、9度とかで、うん、ローンチアングル9とか10だよ。それであの高弾道の球打ってるってやっぱり鬼吹けなはずなんですよ。体力のなすぎる分かるでしょ。筋力体力疲れないけど、ノーインテリジェンスオンリーパワー、それはね、魅力が。綺麗なフェード。フェードなんだ。いや、だってアドレス1度、いや4度オープンでしょ、0.4 度で閉じてってるからパターンとしてはいいですよ。でスピンオフと先ほど最初ほど高くないでしょ。でアッパーブローにも打ってるしっていう感じで。ヒールが高かったし。そう、あ、そうこれね、この話したかったんだけど忘れてた。あのね、あの、え、いつもラウンドとどっちが呼吸です、はい、でそれも今日はそんなに見えなかったと思うんですけど、結構セーフって基本的に私ナチュラルボーンヒールヒッターです。それってやっぱり閉じて開いて、はい、今ヒールは前に出るからですね。そうで多分だけどみんなそれのせいでそのスイングの半径の話前にしたことがあるみたいな、はい、そう、ここで排出があったら、ここに地面があったとしたら、はい、いう排出があったら、ちょうどここに行ったら、戻ってきて、はい、それが、排出が緩んで、スッてなったら、全部の半径が流れなくなっちゃうから、本当はここにボールがあったとしても、前出ちゃうっていうのがいいの。あと、手がせり出て、フェースの、こっち側、やっぱりボールはクラブの性質が背に出てる部分に当たるから、うん、っていうのでヒールとか大きいんじゃないかなって。ヒールのせいでスピンが多いんだろうな。でもこれ見たらこうだね、まだ、うん、ヒールでスピンが多いし、はいはいはい、まあね、曲がるし、うん、でもツイストベース否定的だし使ってんのにシムを、オシムを使っているのに。もう、至急グリップ効果です。
見た目は分かったけど、もう今手が気持ち悪いでしょ。したらちゃんとアドレス2度オープンが0度人間の方そうそう、やっぱ視覚情報は有効活用ですな。恐怖心の戦いで、いや本当試合向こうで出てばワンダブルで何でもそう思うんだけど、あーこれこれこれ向こうから何の心配な超ハイスペース頑張ってるんですよ。マックス早くついてますよ。マックス早く。あー、5度オープンが4度クローズと。5度オープンがインパクトは 0.4 度。0.4 度。で、ちょいやる。そうだけど、まあ、あのここら辺にボールを置いたら最下点のエリアなんで、はい、0.3 度アウトサイドインってもうほぼアウトサイドイン、じゃあインサイドアウト、アウトサイドインの中間のどっかっていう感じだから、はい、ほぼ曲がんないはずなんですよね。でインパクトの時 0.4 度オープンでしょ、ほぼまっすぐの音でしょ、だからほぼまっすぐの球打ってるはずなんですよ。こんだけでもちょっと本人すごいこう今動きだけ気にしてるじゃないですか。はいはい。その割にはヘッドスピード46出てるんですね。うん。多分捕まるっていうのが分かって、ミートが続いて散らなかったら、もっともっと言います、ね。すぐ上がる。とりあえずだからバックラインなし。どこにいらしますか。もはや誰でもいいんですよ。バックライン関係ないから誰が入れてもいいです。練習します。これで、アイアンもできたらこれでちょっとアイアン見せます。なんかちょっといいですか、はい、最下点でしょ。そうするとフライングエッジがもっとしやすくなってくるね、この流れから。生きるんです。そう、生きるんだけど長いのになるとなるほどしなりの量が大きくなるから、はい、でしなった時の復元加速やこの反作用で特徴的にほどかされるから、はい、その分だけちょっと頑張らない。ただ、縦のここがボール3本ぐらい。ちょっと待ってね。縦棒の横に左足を置く。1、2、3本のところにアイニアを置く。で、この斜め棒にフェーズを合わせる。そう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 。暑い中これを着て外で打つっていう。で外で打ったんですか。地獄でした。しかもドライバー。いやでもね、これ今ここでハイフツ入れてからやると、はい、
ラインネッチをしている感じもね、あ、なるほどって感じ。